ズが思いつかない。超好き。見たか見たかパルコ、見たかパルコ、ぶっ壊しちゃうぞこの野郎。今週のガリちゃん、今週のガリちゃん、今週のガリちゃん、イエー。お久しぶりや、あこごりやで。お久しぶりやないかい。今週のゴリちゃんの始まりや。せやな、うちは今関西弁にハマっとんねん。大阪の友達だよ。友達わー、大阪で坂好きを交わすぞ。えい、お疲れっす。関西弁の魅力に取りつかれてんねん。うちは関西弁言うてもラップと一緒やねん。うちにとっちゃリズムをつかさどる言語やから、うまいやろ。ゴリラ色物に見えてラップが結構うまくてごめんなさい。あとうちバンド組んだんや。ジャングルバンド言うんやけど、ジャングルバンド、リュウキ、シュンピ、カク、カディオ、まあ、全員顔で選んだやんか。みんな顔がめっちゃ濃いねん。顔がグルーブしてるとリズムもグルーブしだすというのはうちの持論や。その持論を証明するために今日ここに来たジャングルバンドや。よろしく。それはあの日に日に研ぎ澄まされていって、うちの持論がどんどん明確になっております。ほんまに、いや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 、あのワイラワイラゴリラ夫妻言うねん。ワイラゴリラ夫妻言うてあのユニット組んでんねん。天気予報の映り込みするユニットやねん。それが生きがいゴリラ夫妻。いや仕事め交通費バカ高いな。それが目的ゴリラ夫妻。結果は得られないな。バナナ焼け食い一切合切。方向のウォーキングスタイル、握り拳で地面をつくスタイル、全体的に黒目、そしてお目目もほとんど黒目。えよはじめてみたぜ。いやここまで眺め鼻の下グラグラバキも言ってたぜ。ゴリラも人間も鼻の下めっちゃ弱い。ゴリラに勝つには人差し指を立てて狙い人中人中人中人、ゴリラの生態よよあよよやや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 。はい、そんなこんななんですけど、あのまさかの武井壮さんとテレビで共演したんで、共演したんで、共演したんですよ。クリスペクトそうだけお揃いのゴリラスニーカーでキックザコンクリートジャンゴ。やばい、最高すぎる。いや、あの昔から私を知ってる人はまあ知ってるかと思うんですけど、私はもう大ファンなんですよ。2012年で武井壮さんが笑っていいともにと出られていて、それを初めて見た時に体に電流が走って、やばいこの人はやばいっつって、武井壮さんのツイッターにもうファンです、応援してますというリプライをもうすごい送ってたんですね。その2012年だから4年前から2回だけ DM をもらうことができて、武井壮さんってやっぱりなんか簡単になんかリプライ飛ばさない人っぽいんですよね。なんか一人一人にきちんと対峙したいっていう多分人なんで、武井壮さんが覚えててくれたんですよ。もうマジで超嬉しいよ。おこぼりょうじゃんとか言ってくださって、マジ本当嬉しいと思って、でたのにもかかわらず私全然もう番組でクソドン滑りって、もうどん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 滑りをしまして、でもそれで何回もチャンスくれるんですよ武井壮さんが。いやここでなんかラップしてよみたいな感じで何回もチャンスくれたのに、私は全部ドン滑り、全てをドン滑って、もう最悪みたいな。武井壮さんと共演できて本当に嬉しかったなと思って、でまた会って、まあでもチャンスってそんな来ないからな。本当に貴重な機会を、私は本当にドンズベリのドンドンドンキーのドンズベリもう最悪。まあでもまあそうですね、まああのまあいい時もあれば、いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど、そりゃそうじゃってポケモンも言ってるんで、そんな、ポケモンの、主題歌を使って、ちょっといろいろパフォーマンスしたライブ映像をご覧ください。どうぞ。広がった水の中、雲の中、終わりの中、
土の中雲の中のこのスカートの中なか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 大変だけど必ずゲットだぜポケモンゲットだぜイエイエイエイアリスの回だまた会うにさよならバイバイ俺はこいつと旅に出る鍛えた技で勝ちまくり仲間を増やして次の街へいつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけどそらそうだいつもいつでも本気で生きてるこいつたちがいる 2.5 にラストパーティー黄色に飛びに来ました憧れいくぞ骨格で判断すんなスーパーちゃんお前のその知ってた顔地味あたしは地味ヘンドリックスパーティースクールファンタジーライフイズパーティー力ずくのパーティージャングルサバイバスまるだやさずのみこれがアゴゴリラのスーパーエンターテイメントお前らにバナナを投げる諦めな落ち込まない最強やばい死に顔待って笑顔にくちゃ最寄り駅まで徒歩40分タクシーのラス歩くバイブスタグッズと麻薬の状態のライフそれで鍛えたプリエッラッキーやってるいつもジャングルスープガールどこでも孤独な定めなら全部飲み込んじゃうレペゼン地球部の子宮のみくっとにちょっと高いわっしょい黒いわっしょい強いわっしょい怖いわっしょいダダダダンダンダンダダダダダダダイエックロイ強いびっくりドンキホーキー動いたやべえ振り傷半端ねえ